で、はい、ロープこう固定されてて、今これが上りルートっていう設定、はい、こっち降りてくるということで、はいはい、この、ユマール、はい、こここれですね、はい、これを使って、はい、上り、はい、これを使って上り、はい、そうか、下降機も彼女が貸してくれますので、僕のやつを使ってもらいますけど、それを使って降りてくるっていう、はい、2種類のやつをまあ繰り返すことになります。はい、これは誰もさっきみたいにビレーしてくれてないんで、はい、かけ間違えると落っこって死んじゃいますから、あ、そうなんですね。はい、はい、ここは絶対間違えちゃいけないんですけども、はい、今もセットしてあるので、はい、ちょっと僕の違いますけど、青いのが右手用です。これ黄色いのは左手用なんですけども、それで青黄色ってことですか？そうです。はい。でどっちを使っても好みなんですけども、僕は黄色を使います。左手でやります。っていうのは急な斜面ばっかりじゃなくて、はい、傾斜がないところもあるので、はい、そういうとこがストップとかピッケルを使うんですね、僕は。使わない人もいます。これは好みなんですけども、僕は右手でピッケルを持って横が痛いんで、はい、左手でやります。でも右手でやる人はもう右手でこう両手でやったりとかやるので、それはもうどっちでもいいです。じゃあ僕は最初に行くんで同じようにして、はい、登ってきてください。はい、でこれどういう構造かっていうと、はい、ここにギザギザがあって、はい、こうやってカチャッとセットした時に上には行くけど下には行かない、上には行くけど下には行かない、上には行くけど下には行かない、ちょっと開けるとこう折れるんですけども、ちょっと考えでこの開け方ですけど、僕左です、右手こう普段はこう持って登ってるんですね、はいはい、ところがこれ外す時にこれをこう持ってるでしょ、こっち返します、逆です。そうそう。それでこうやってここで親指でこっちに、こっちにこうして、そうそうそう、これでいいですか、こうでしょ、こうです。普段こう持ってんのをこちらに180度返して、ここにかけちゃう、これ外していいです。そうです。まず持ち方こう持ってるのを、こう持ってるのをこっちに返して、返してこれをこう、うまいですね、こうですね。そうでいつもはこうやってやってるわけですね。そうです。でこう外して、外してください。そう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 、多いですね。おお、それでかける、かけてパチッとかけて、かけてください、ロープに一回かけたらもうほとんど飛んだ、はい、登ってるうちは。ところがロープっていうのはああやって固定されてるんで、あそこをアンカーって言います。ああ、そうか、あそこで一回取んないといけない。で取って次に進むんですけど、これ取った時ってフリー状態にもなくなっちゃう、落っこっちゃうので、これでこっちがあります。これ常に登る時はここにかけたり、上にかけたり、ここにかけたり、いろんなやり方がありますね。でまあ一番楽なのはここにかける。そうすると万が一これが外れてもこれがあるんで、次のアンカーで最悪今だったらここで止まるっていう。なるほど。そこまで転がっちゃいますけど、はい、まあそういうことはめったにないんですけどね。だから常にどっちかがロープにかかってる。あそこで掛け替える時に、これ外した時にこれを先にですね、こう登ってきますよね、あそこまで。掛け替える時だけですよね、これつけるのは。ここに、そうです。これまずあそこでハーケンボルトがありますよね、はい、あそこまで行ったらもうこれ動かないじゃないですか、はい、ガチャってかけて、はい、これをまずボルトの上のロープにかけます。上に、はい、上にかけて、上にかければ落っこってもあれで止まりますよね。あそこか、はい、でかけてからこれを同じロープにかけて、でまたこれをこうやって、これを繰り返す。そっか、登ってる時はずっとこれなんですね。これです。でだからもうダブルで半分みたいな。じゃあもう今から今かけますね。でもここ下り用なんでこっちから行きますから、僕の後について登ってください。この子は何用ですか？これはですね、いらない時にぶり下げていくようです。ああ、なるほど。常にもうこれだけで傾斜がないところはこれだけ、氷河の上とかもうこれだけでいくんですよ。なるほどなるほど。それではいらないんで、でまあそれでも1個になっちゃいますからそういう時にこれを2つかけとけば次のとこ行ったらこれカチャって1個ここに支点があったら上にかければ常にどっちかかかってくる。そういうふうにやっていけば、まあ、常に安全な感じなんで、そういう時も使えるんですけど、まあ、基本的にはこれこのぶり下げていくのにあります。でこれだけでいくことも、まあ、アイスボールとかもう 何十回100回以上これやんなきゃいけないんで、スピード命でもあるんですよ。そういう時はもうこれ手で持ってカタッとかけています。なるほど。まあ、実際はもう1個でいっちゃいます。でここよくですね、この安全感付きカラビナを使うっていう風なのあるんですけど、そんなのもうヒマラヤの高所で頭バカになってる時にやってらんないんで、もうこれです。どっちかあるんで2個同時に外れちゃうとまずない。だからもうこれは手袋もしてるしやりにくいし、これだともうこれでこうかかる。でもうパッてやる。なるほど、了解です。でカラビナもこれノッチのないやつ、わかります？ノッチって、ここに溝がついてるのがあるんですけど、はい、そういうのは手袋必ず引っかかって取れなくなる。だからもう必ずこういうタイプのカラビナ。なるほど、はい、今みんなそうです。僕はもうノッチのなるのはないです。ないです。ノッチのなるのはないです。はい、これもないです。へ、うん、だからノッチのなるのは絶対買わないです。ノッチのないやつを買うと、はい、じゃあ実際に行ってみましょう。はい。で帰りは懸垂加工どういうところが違うんで、これ持ってます。これ持ってますよね。一応今はないけど。今日は持ってきてない。いやあれ？あ、あります。これですか？あ、違う。あ、それですね。それまだないですね。ないですね。じゃあこれ貸してあげます。でこれが APC っていうんですけど、はい。これ8缶っていうオーソドックスな昔からです。何が違うかっていうと。今1本のロープなんですけどさっき岩登りして降りてくる時って2本で降りてきましたよね。なぜかというと下で引っ張って回収するんで常に2本なんですよ。で2本降りる時にこっちだとロープがこれねじれちゃうんですよ。こうやってでもこれ2つ穴だから絶対平行になってる。なるほど。ねじれちゃうと回収できなくなるんですね。で普通はこれが使うんですけど、ヒマラヤの場合こう1本のシングルロープでこれ1個で降りてくるんですけど、最近はあんまないんですけど古いロープだとこれ凍っちゃうんですよ。でこれ穴に入んないんですね。それでこれでかいんで切れやすいんで。なるほど。ただエベレスト行く時はもうこれとこれ両方持ってきます。一応持ってくるんですね、はい、でロープが凍ってる時はもうこれでやります。穴がでかいから、はい、この懸垂の仕方でまた教えますけど、とりあえずこれで慣れるように。これはとりあえず1個今は入れとく。はい、そういう。それ使ったことないですねまだ。いや前1回使いましたよね。ええ。なんかちょっと使いましたっけ？ちょっと忘れてます。なんかやつ一回あれ登るとき。あ、そうでしたね。ええ。でもちょっとビレーもやったしね。ビレーと同じって話したんですよね。そうですね。ちょっと忘れちゃったんですけど。じゃあそれはもうまたやるので、今またやりますから。寒かったら来ていい？これじゃあ手袋する？手袋しましょう。もうこれオーバーミトンとかダウンミトンしてできるようにならなきゃいけないんですけど。ああ、要はそっか。最初は煩わしいことなしでやります。今日は寒さも適度なんでいい感じです。なるほど。そうか、これ手袋外して登るわけないですもんね。ないです。じゃあやっぱこれでやんないといけないですもんね。そうです。基本は。手袋やると本当なんかあれですね。やりにくいでしょ。慣れてくればダウンミトンしようがなんだができますから。ああ、でもなんかあるのかも。よいしょ。これがロープの始めだと思ってください。はい。ここに来たらまずこれをかけます。こっちか。はい。で常にロープと自分はくっついてて安全な状態を作っておきます。どっちからでもいいですか。これからパンと。強く。はい。で OK です。それでこれを入れます。片手でできるように練習してください。この。はい。そしたらこれを習慣的に上に。ここにあ、ここですね。ここ、そうですね。ロープも含めてですね。ロープでここじゃなくてもいいんです。下でもいいんですけど、下でこれだらんで垂れてきて、これ合図に引っかかるんですよ。だから必ずこっちの方がいい。ここの方がいい。でここ上だと長さがこっちの方が引っ張られちゃうんでダメなんです。こっちの方がねちょっと長くなってるんですけど。なるほど。であともう一つは一番安全なのがこれです。なぜかっていうと、これこうなって横に行く時にこれがこんなになっちゃうんですね。まあ外れないんですけど、万が一外れないように、あとスムーズに動かすのはこれをここにかけるのが一番。今じゃあその方がいいんですかね。そうですね。今はもうできるんで、ただ8000とかに行って頭ボケてくると疲れ、これ結構これ通せなくなってくるんですよ。そうするともうここ、これでいいです。じゃあとりあえずどっちでもいいですか。今日は。まあこれでやる習慣を上でやりましょうか。上で。でこれこうかける人いるんですけど、これでも全然いいんですけど。これを必ずロープをまたいでください。こっち側から。こうじゃなくてこっちから。うん、そうじゃなくてダメなのはこうです。これ空手はロープにかかってないでしょ。かかってない。で変な向きになっちゃうんで安全なんですけど、こっちロープの下から。要するに湯回りの下からかけるっていうのをしよう。こうでもこうでもいいですよ。まあやりやすい。僕はこうですけどね。はい。ロープをまたぐ。そう。それが一番安全です。ロープも入ってるし、これも入ってる。これ垂直に上がっていくときはまあどっちでもいいんですけど、横に行くときがこうなっちゃうんですよ。動かなくなっちゃう。これ動かない、上がんないんですよ。で、あと垂直のときにやっぱりこうぶら下がりながらうっと上げなきゃいけないんで、その時に人間ってなぜかこうやるんですよ。ここに噛んじゃって上がんなくなっちゃうんですよ。その時にこれを前に押すようにしてやるんですけど、今度押すとこっちこうなっちゃうんですよ。だからこれをかけとけばロープがこう来ないんで、常にスムーズに上がる。なるほど。ここが一番安全で一番動きがいいっていうとこなんで、まあここ、まあ、疲れてなければこれを習慣にした方がいいです。じゃあ上がります。でこれフィックスロープは例えば普通に考えたら、僕が登ってる時あそこまで行ってから登ろうとするけど、ヒマラヤなんか行くともうこの間にもう5人ぐらい平気でぶら下がります。だから僕は今上ですけど、落合さんが上にいた場合、僕は下からガンガン引っ張るんですよ。だからうざいんですけど、もう気にしないで登らないと登れないです。でどうしても横に引っ張られたりとかするときは、ちょっとぶら下げといてちょっと待っててくれとか言えばいいんですけど、でもそんなのもう聞く耳持たないです。頭打っちゃってますから。じゃあ行きましょう。面白い。でもガンガンみんな登ってるんですね。こっちの手はこれね、今ロープがたるんでるんで、上に行くとロープの重みでこれがこう上がるんですけど、今ほらたるんでるから上がんないんで、こっちを下を持つ。それで下にちょっと下から引っ張ってみて、下から誰か引っ張ってる時はもう上、もうこっち上持っても勝手に上がりますから、下から引っ張られてちょっと上がるでしょ。あ、で下に本当だ、行かない。おお、すごい。面白い。こっからもう本当に滑りますから、足をぐらっと動きますけど、邪魔だったらこれまたいじゃって構わないです。はい。これってどう足と手とどう登るんですかね。はい。ですごい息苦しいんですよ。はい。酸素薄いから。だからこれ疲れたらもうこれぶら下がっちゃうから。今これ離してもぶら下がるんですか。離して両手離して、もう手も疲れてくるんで、こうやってぶら下がって休みます。いや今下から引っ張られてないんでどっちでも大丈夫だけど、まあ、足の下に入れた方が楽な場合もある。俺なんか今下から引っ張られてるからこの方が楽なの。真下から引っ張られてる。下からいない、下に人がいない時は横でいいですよ。まあ、いろいろやってみて、こうやって今愛線こうやってこういうのやったらもう滑っちゃうんで、はい、これはべっとりだ。これってこうロープね、下を持った方がいいから。そうそうそう。これをどんどん上に持っていくって感じですか？で、連続でいかないな。今酸素多いから大丈夫ですけど、酸素を吸いとこいたら一歩一歩は苦しいんで、一歩ごとにこう休みながら一歩休みやんないと頭がバカになる。そうですね。これでも、はい、なんかあれですけど、こうやって休み、そう本当に脱力緊張の繰り返しやんないとやばいです。何気にあれなんですね。地味にあれなんですね。なるべく1回のこのストロークを多めに、体がうんってそうやった。そうそうそう。あ、なるほど。体を前にやるときにこれも一緒に置く。ああ、なんかここまで来てください。はい。よいしょ。はい。それでここまで来たら今こういう状態ですよね。もうぶら下がっていいです。ぶら下がって。でもうこう誰かがここで何かやってるときはもうぶら下必ずぶら下がってください。休んでください。で。これを取って、はい、上にかけるんだ。そうするとそこまでなるわけですね。はい、ここで滑っても大丈夫なんですけど、ただなんかすごい急だとか斜めにいってるところとかだとこれこっちに行っちゃったりするんで、その時はもうここがどんな状態かわかんないです。この最悪このロープが輪っかがあるんで、ここにかけると一番安全ですよね。ただまあスピード命ってことだったらもうこっち行っちゃいます。今安全ですよね、これ。さあ、こっちがついてくるんですね。そこまでってことですね。こうなんで、大丈夫なんで。そしたら、とりあえず上にかけます。で、これで安全。で、またそいつを戻すんだ。繰り返しです。で、やってみて。じゃあ、まずここでいいんですよね。こっちでいいや、今回。それで安全なんで。ただそこでぶら下がりたいときは、ゆまるかけかいのにぶら下がりたくて足場が悪いときは今のその視点にかけても構わないです。そっか。で、これでこっちを持ちながらこいつを、それがね、上まで行っちゃうと馬のギザギザがちょっと下向いてるんで、はい、その今ここの結びまで行っちゃってるじゃないですか。そうすると下ろしにくいんで、外す時は必ずちょっと上に持ち上げながらやるんですよ。上にちょっとスライドさせながらやるんですけど、今スライドさせる余裕がなくなってるんでロープ、はい、でもそれでも下の馬の下のロープを引っ張ってください。岩の下のロープ、あ、こっちか。うん、それで上に上げながら、ちょっと上に上げながら。ああ、なるほど。だから、その結び目まで上げちゃわないように。次のアンカーまでいったら、結び目まで上げちゃわないようにした方がいいです。ここで。そう、それで上に上げて、なるべく上に上げてます。そう、でそこでぶら下がりますよね。あ、そうか。で、とりあえず、これ一本でもいけるんですよね、本当は。いけますけど、一応常に2個かけてください。で、よいしょ。今は外しにくかったでしょ、これが。はい。これね、外れないときは。やんなくても、これをこっちから、まあこれはまた後でやりましょう。で、また上がります。こうなんかこうリズムつけてこうやって上げて、ええ、休んで休んで。すごい。これエベレストはこの繰り返しなんですね。これの永遠の繰り返し。自分で登るってない。じゃあこの動作が。俺ができれば登れちゃう。ただいろんな形状が出てくるんで、ええ、そんなにやる必要ないんですけど、まず空気が薄い。ええ、それから酸素マスクして視界が悪い。ええ、弾圧意識でこうボコボコ。非常に良そうですね。これって結構腕の力も使うんですね。使います。でも投げたければ、例えば今こうですよね。ええ、でこれをちょっと引っ張って体をこう浮かすんですよ。はい、こう浮きますよね。はい、浮いた瞬間にこう上げちゃえば、あ、この子ですね。はい、それをうまくいかにこう楽に、そうそうそう、ずっと持てる瞬間に上げる。ああ、なるほど。なんかそうすると全然使わないんだ。そうです、使わないです。よいしょ、面白い。これを永遠にやってくっつって、すごい。この繰り返しですか。8,000m。あんまり上まで行かない方ですね。そこで上で、それで今度横に行きますよね。はい。ちょっと斜めですよね。はい。その時ここが役に立つよね。これがうまくこういうところに噛まなくなるんで、はいはい、こう真横に張ってる場合もあるわけですよ。はいはいはい、そういう時はなるべく横に行く時はこれ。これ絶対やった方がいい。穴にですね。はい。穴に入れる。まっすぐ今みたいに登った時はここでも下でも全然構わないです。でこう人がどんどんこう動くんで、こうやって揺られてるんですよ。うまいんですけど、気にせずやらないと全然進めないんです。大渋滞になっちゃうんですね。じゃあここをまずこっちですね。はい、でこの子をで、こうでしょ。なんかほら外れそうでしょ。あ、本当ですね。その時にさっきのところにかましてるな。あ、横ってそういうことですか。そうそうそう。うまくやるとまたげない。